ではマクドナルド、さっき話をした相談の話だ。相談の話だ。こんな大人数の前でいいのかい？うん、実はな、君がとある半グレに話した話からちょっとすったもんだってな。半グレに話した話？誰だ？君が半グレに空気を入れて、その半グレがちょっと膨れ上がってるって私は思ってるんだよね。半グレが誰だその半グレって。その話をしたいんだ。うん。やっぱりなんかいつも君何喋ってるか分かんないけど、遠くにいると聞こえやすいな。わりかし。分かってんだろほんとは。いやいやいや。それでな。うん。淀川照美という子を知ってるか？ああ、山本さんとこ昔いた子？そうだ。うん。彼女に何か言ってないか？彼女に何かずいぶん昔だからな。そうだ、昔の話だ。勝負さんなんかその辺は詳しいんじゃない？僕がその淀川照美から聞いてるのは、まあマクドナルドさんにすごいその、まあ淀川照美自身がそのギャングのボスの器だから、ぜひボスになってギャングを立ち上げた方がいいってまあ助言されて、まあ彼女自身それを信じて動いているんですけど、まあちょっと空回りして、まあモズの方々にちょっとご迷惑をかけているっていう状況なんですよね。え、モズに入ってるのあの子？だから入ってな、違う、ちょっとまあ私自身がちょっと気に入んないことがあってな、彼女に対して。私もね、あの子連絡一個も起こさないし、山本さんがそれこそ町去る日から会ってないぞ、そもそも。うん、2ヶ月ぐらいおらんかったんだよな。ああ、そうなんだ。だからこんな前の話になってるんだよ。なるほど、確かに。でも、そのうちに入るって時のさ、おお、そう、あとモズにも行きたいとか、うん、でも君向いてないと思うと、私の組織もまあモズも、うん、だから君がもしその続けていきたいのなら、私のところに入ることはできないから、ギャングのモズやればいいんじゃないのっていう話を言ったよ。うん、なるほど。まあこれは誰でもいいだろう。そういう認識ではなかったな。で、うちにも入りたいっていうふうに言ってきて、あ、そうでしょ。断ってるのよ。まあそうでしょ。だから私のところも断ってるのさ。うん。でも君がなんかその素質があるみたいな話をしたんだろ？まあそれはまあ断る時の上等句じゃないか。なんだよ。それはでも中途半端にそうやって空気入れてるじゃないか。空気入れても本当に彼女はやった方がいいと私は思ったから。あるわ。そしたらさ。うん。君のところで面倒見てやってくれよ。お手上げ状態なんだこっちは。え？あの子いるのこの町に今？今はどうかわからんけど。全く見ないぞ私。でもまあなんかちょいちょいいるんじゃないの？3日4日前から帰ってきてて。うん、ああそうなんですか。はい。それはね、その勝負さんのところにも入れてくれってきたの？まあうちはな、まあ断ってるんですけど、まあそのモズと揉めてる件で、まあ僕が間に入って、まあその迷惑かけたことについて謝罪の場を作ったんですよね。なんですけど、まあちょっとそれでもちょっと態度が悪くて、ちょっとまあその謝罪の場をぶち壊して、まあ今もうちょっとそんなことなのかあれ、はい、ちょっと手に負えないんで、でまあ話を聞いてみたら、まあマクドナルドさんにまあ焚きつけられた。みたいなことを言ってたんで、焚きつけられたってもう昔話の話をそんなほじくり返されても困るんだよこっちからすると。でもうちもだから弾いた側の子だからさ。でも人が多いには越したことはないわけだろマクドナルド。まあだけど私もさ、むしろ入りたいってきて断ってるから、うん、まあその、うん、うちのカラーとまず絶対合わないなって思ったんですよ。でもその素質を見抜いたわけだろ。だから君のところで育ててやってくれよ彼女かよ。うん。正気か本当に。正気だ。頼みだよ頼み。ああもうそうだな。まあなんかそんなにんだったらもう一回会ってみたい。まあもう一回話しても見てもいいけど、うん、でもなんかなんかの罠がもしかしてドッキリ？いやドッキリじゃない。結構がっつり。ドッキリじゃなくて。トンボさんは入れたくないのあの子。まあうちはまあ一応やっぱりそのまあ一回顔に泥塗られてるんで、そういう席を設けたのにもかかわらず壊されたっていう。はい。なんでうちは今は入れる気はないですね。アルボーズにしてきても。アルボーズにしてきても入れる気はないですね。なるほど。丸坊主は関係ないだろうって。一度話してみるのはいいけど、でも確約はできない。私もう嫌だったからさ。あ、何が嫌だったんですか逆に。山本さんの部下だぞ。いらないでしょ。いや、うちは山本さんのところの部下入れてるよ。いや、それは知ってるよ。なんだっけ、名前、仁平さん？そう。あの子とてるみちゃんはちょっと違うでしょ、タイプが。まあまあ、タイプは違うね。でもほら、アイリスになんで入れないかっていう、もう一つ理由があるんだよ。それこそ、ボスを目指しているって本人が言ってるんで、うちはそのボスを目指してるみたいのは入れる気はないんで、君がそういう素質を見出したからだよ。ああ、だから私もそうなんだよ。うちはそんなボス、なんかね、私のところ踏み台にしたいみたいな感じで言われたから。そんなやついるかって思って、じゃあ君ボスやればいいじゃないかって、そういう話だったんだよ。だからそうではないね、もう。難しいわけやない。立ち上げるのって、君はだから、半ば冗談半分で言ったかもしれないけど、彼女はその気になったんだよ。だから、勝負さんのところにも、ないし私のところにも、その将来的にはギャングを立ち上げたいっていう意向できてる。立ち上げては欲しくないのかい？いや別に立ち上げて欲しくないっていうことではないよ。ただ彼女のそういう日頃の素行とかがあるから、君のような人がまあそうやって才能を見出したのであれば面倒を見てやってほしいなっていうお願いだよマクドナルド。なるほど。それは別に組織には入れなくてもいいって話？半グレとして育てるってことかい。でもそれはギャンとして受け一回、まあでも半グレとしてでもいいけど、君のところで面倒見てやってほしいんだよね。でもなんかあなたたちからするとちょっと優しすぎないか、そのなんか一人の小娘にさ。優しいかね。そんなだってさ、みんな集めて用意してその私に相談なんてさ、らしくないと思ったけど。そうか、それぐらい困ってるんだよ組織間ね。そんなにやばいのかあいつは。いやだからやばいとかっていうあれとかっていうことではなくてな、とりあえずだから手を焼いてるっていうことだ。隠さなくていいよ、やばいんだろ。あなたが勝負さんどう思う？まあ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 、てるみ自体がやっぱりその黒川の流儀とかもまだ何も知らない小娘なんで、まあそういった意味ではすごい手を焼いていて。でまあ、何度かその助言したりとか、まあ、それこそ、まあ、この間の謝罪の場を作ったりとかいろいろしてるんですけど、まあ、いかんせんちょっと手に負えないっていうことで、まあ、焚きつけたその本人のマクドナルドさんにちょっと。まあでも本人言ってるんですよね、マクドナルドさんに言われたって。でも勝負さんも山本さんのあれをこう恩義があるから、やっぱりすごい気にかけてるわけだよ。はい、だからそういうふうに。まあその謝罪の場を設けたいとか、その子の将来のことをやっぱり不安視してるわけで。なるほどね、うん、お世話してあげてよ。お世話って言ってもまあバンダーマンさんも勝負さんもうちのところは分かってると思うけど、詐欺集団だぞうちは。言ったらまあでもね、警察の詐欺とかやってるし、まあ大型とかまあちょくちょくはやってるけど、できるんじゃないかな。なんか将来的には映画を作りたいとか映画館を作りたいみたいなこと言っとったよ。ああ言ってましたね。うん、その子が、うん、はい。何をふざけたこと言ってんだろうな。なんで笑ってんのみんな。いや笑ってないよ。まあでも確かに一度私がちょっとビシッと言うよ。二人にさ目をかけてるのは私もちょっと気に食わないから。一回も勝負さんとこにも謝ってないんでしょあの子。で、僕のところにはまあ全然謝罪はしてますけど、そのなんかぶち壊したことに対してさ。ああ、もちろんその件に関してもまあ一応謝罪はもらってますよ。本当の誠意こもってたそれ。まあ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 、そうですね、うちに対してはまあしっかり謝ってたんですけど、やっぱりそのモーズに対してバーンさんに対してはちょっとその辺の態度がなってなかったっていうのがあって、はい。ああ、なるほどね。やっぱじゃあ、バンナーマンさんにはちょっと一回な、謝らせた方がいいと私も思うよ、そうだったら。いや、でももう一回、だからもう私はもう、そう、会わなくていいと思ってる。もう手を引きたいんだ。うん。よほどのことしたんだな、お前。それ。そんな子か。時計打ちはいらないな。ちょっとどうしようかな。だから、まあ別にグッバイに入れろとまでは言わないけど、ちょっと気にかけてやってほしいってぐらいだな。わかりました。それは、お二方の、まあ、ご相談となれば、私も聞かざるを得ない。おお。うん。そうと、大体いつ頃にあったの？最近ですか、本当につい。昨日もおとついも、その前の日も会ってますね。うん。え、それで、その、3日間連続お宅に迷惑をかけてるところですか？まあ3日間連続で迷惑をかけてるっていうよりは、3日前にその謝罪の席を設けて、はい、ぶち壊して、まあちょっとまあ手に負えないなってなったっていうことですね。わかりました。さすがだね。ちょっとその件は、私の方でも、ちょっと考えてみますので。ありがとう。また連絡しますから、それも。ああ、非常に助かるよ。うん。すまないな、わざわざこんなところに呼び出してしまって。いやいや、全然大丈夫ですよ。お見送りしようかな。まあ皆さんもね、すいませんね、なんか手をやってたってね。やはりさすがだな、マクドナルド。ありがとうございますか。あの子でもそんな面倒くさがるって珍しいね。いや、なかなか手を焼いてた。大概私たちがその思うことないと思うんですけど。映画館マジか。え、映画館マジか。死ぬかと思った。死ぬかと思った。映画館もやばいね。なんでバカなこと言ってんの。悪かと思ってました。あれ不意打ちすぎるでしょあれは。